エンゼルスの大谷翔平投手が11日日、日本時間12日、シアトル市内で行われたオールスター戦恒例のレッドカーペットショーに登場した。グレーのスーツとネクタイ姿で現れ、地元メディアのインタビューに答えた。ジャッジが持つ、ア・リーグの本塁打記録を塗り替えたいか。その質問に対して、塗り替えたいなっていう気持ちはもちろんありますけど、まずはしっかり健康でワンシーズン終えたいなというのが、どのシーズンも一緒ですけど、そこが一番かなと思いますと回答した。今年のシルバースーツもかっこいいな。スーツ姿なら10年後の方がもっとかっこいいかもな。わい、シルバースーツに憧れて同じようなの着てみたらアルミ缶みたいって言われたわ。表立った発言は隠してるけど野心の塊なんよな。二刀流の選手がホームラン王に輝くのを見たい。後半も体に気をつけてワイたちを楽しませてくれ。最大の目標は頂点に立つことだと思う。まあ今のエンゼルスでは状況は厳しいけど、とにかくシーズンを通して健康で、その中で大谷らしいパフォーマンスを見られ感動させてくれたら、自分は満足かな。後半は相手のマークもきつくなるやろうし、疲労もたまるやろうから62号を超えるのは簡単ではないと思うが、頑張ってほしいな。後半は失速すること前提に語る人が多いけど、大谷は常に予想を超えてきた選手やで、これからさらに加速して、ジャッジの記録を更新する可能性はあると思うぞ。本塁打王のタイトルを取りたいとはっきりと明言するのがいい。前回は結果的に取れなかったが、変に謙遜するよりも、しっかりと意識して獲得することに意義があると思っているのかもしれん。体調管理の意識が相当高いんやろな、せやから今の成績に繋がっている。プロの選手はどこか痛めてるものとか聞くけど、二刀流で健康に終える凄さは、凄すぎてわからないね。特に今のエンゼルスは怪我人多すぎて大谷の凄さがひときわ目立っている。